どうもー。朝一ぼやきっすね。いやー、もうちょっと寝たかったね。もうちょっと寝たかったですよ。新しい朝が来ましたね。今日はどんな一日になるんでしょう。で、仕事ですね。今日はがっつり仕事ですね。ちょっと LP 作んないといけないんで。歯磨きの LP ですよ。ちょっと頑張ろう今日。今日はね、スカイプが1件なんでね。今日明日で仕上げます。いやー、これなかなかファンキーだな。始まりはいつも雨ですね。ああ、来ちゃうな。無理だな。これ行けんのか。ああ、こっちから来ちゃったらそれ行けないよ。いいもんですね。さよならさよならさよなら。なんで動画回しちゃったんだろうな。たまにね、動画を回して後悔することがあるんですよ。なんで回してんだろうっていう。もうボタンを押すという習慣ですね。ボタンを押す、ただボタンを押すだけで稼げるという習慣ですね。ボタンを押すだけで稼げるという習慣ですよ。ボタンを押すだけで稼げるという習慣ですね。もはや。どうすか、ボタン押すだけで稼ぎたくないですか。いやー、今日ね、朝食ね、食べたかったな。朝食食べたかったな。朝食無料なんですけど、バイキング食べたかったな。でも眠気に勝てなかったですね。食べたいでも眠いみたいな、食べたい眠いみたいな。やっぱ眠、布団はやっぱ一番裏切らないですね。昨日ね、夜ね、寝たの3時ぐらいですからね。やっぱ編集して、なんか動画撮影してたんですけど、じゃあさ、撮影後のぼやきにしようかな。朝一ぼやき。まあ動画も編集終わってるから、動画編集ぼやきにしようかな。まあ今回のね、
動画良かったっすね今回も。いやでも昨日ほんと寝る前にどうしようみたいな、なんかその駆られるわけですよ、ここで動画を撮るべきか寝るべきか、その選択に狭まれて、いや撮ろうと思ってで撮って編集で撮ったからすぐだから、その僕即興で台本考えてるんで、なんかその撮影しながら、その撮影しながらもうイメージができてるんですよ。だから撮影したらすぐ編集するのがベストなんですけど、でもそれ置いちゃうとやっぱそのインスピレーションがなくなるわけじゃないですか、やっぱ。だからもうよし、もうすぐ編集しようと思って編集して、まあいい感じでできたんじゃないかなと思いますけど。やっぱ今回はそのできるだけそのリアル感ですよね、リアル感をこう出していくっていうのが、まあ他のその編集、僕も今までいろいろ編集してきましたけど、まあプロじゃないですけどね、プロじゃないけどその商品売るための編集はこうしてきましたけど、やっぱ今までにはない感じ、こう出していきたいなっていう。まあこのストーリー D で僕はだいぶ進化しますね、自分の本当に D を、自分の D をこうどん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 こう作り上げていくっていう。ストーリー D いいんじゃないですかね、ストーリー D いいですよ。あー今日 LP だ、 LP 頑張ろう。モードに入らないとね、書けないんですよね。そう、モードに入っちゃうとババって書けるんですけど、歯磨きですからね、なんかホワイトニングの LP なんですけど、ホワイトニングの LP なんですけどねお金儲けちゃうからね。まあ頑張ろう。まあでもあんまりもうね、何個も何個も受け負うことはないんであれですけど、やっぱね、でも動画、今は動画をこう編集してるのが一番楽しいですね。まあ LP もね、モードに入るとまあ楽しい部分もあるんですけどね、コピー書いてる時にまあその降りてくるみたいな、あれこいつ違うよな、まっすぐだよな。GTR 君一番頑張ってるな、お前が一番頑張ってるよ。スーパー銭湯、やべ、スーパー銭湯いいな、スーパー銭湯行きたいけど仕事しよう。ここなんか良さそうだな。まあ今からジョイフルで仕事してきます、ジョイフルで。今日はお昼に一発か、お昼に一発入ってますね、スカイプが。もうほんとね、今ね、まあ、ほぼ
ほぼ毎日スカイプお客さんとマンツーでやってるから、やっぱこれね、やっぱね、今回合宿やるんですけど、やっぱこのマンツーでやったことによって進化しましたね、僕も。やっぱ直接お客さん悩み聞いてこうやりやりするのはやっぱ進化しますね。うん、進化しますよ。毎日ですからね、毎日なんかその話すことってあんま長くないですか、赤の他人と。しかもさ、毎日相談に乗るみたいな、毎日相談に乗るってあんまないですよね。どうすか、毎日悩み聞いてるとね、僕が鬱になるっていうまあいいんですけど、箱がもうないか買わないとな。10分。あー、タバコはそこで買えばよかったな。コンビニやっかな。左側にないよな。あるかな。セブンスターにしたんですけど、やっぱセブンスター重いじゃないですか。吸いすぎると結構体のダメージが結構きついかもしれないですね、セブンスター。やっぱ動画編集とかさ、なんかもううわーって集中してるとどうしてもなんかうわーってなるんで、うわーって吸いたくなるんですよね。でセブンスターで本数増えると、あそこで買うか、あそこし伸ばしたらちょっとなさそうだな。はい、ということで今回の編集したやついいっすよ。話の内容もいいんじゃないかな。たった一人のメンターの話、僕にメンターがいるんで、メンターの話ですよね。伝説のメンター、たった一人伝説のメンターの話、伝説のメンターの話にしようかな。たった一人、たった一人しかいないメンターの話かな。たった一人しかいないメンターの話にしようかな。たった一人しかいない、たった一人しかいない。あ、セブンイレブンあった。タバコ、オッケー。よかった、こっちにあったわ、あったわ。こっち側にありましたね。まあちょっとアップロードはもうちょっと後ですけど。では。